いや今日はねやっぱちょっと俺の特技をね、うん、披露しようかなと。お前の特技いつもむちゃくちゃじゃねえかよ。昔話とか、ね、昔話すごかったな、うん、昔話すごいよあれ本当に。反響すごい。ちょっと絵本にしてくれっていう話も関係者から今来てますけど。手押し相撲だってひどかったじゃねえかよ。 あれもねてっぴり越しで あれを見てちょっとオリンピックになんかねちょっと入れるか入れないかの会議をね今してるっていう。決め手を言うのに決められてる。決められてる。素晴らしい特技ね数々持ってますから、はい、今日もね素晴らしい特技をね皆さんにお見せしましょう。何すか。僕がね唯一できる楽器、はい、ギターなんですよ。まあギター弾けるみたいな。ギターね、じゃないでしょ、まあ、弾けるのは知ってる。本当に、まあ、今日お題をちょうだいよ。お題俺が即興で曲を作るから。即興力は無理だろう。作詞作曲いきなり即興でいっちゃうから。だからもう曲のタイトルだけいただければ。例えば花とかやったらその花とか、うん、あ全然いけちゃうもん、全然。だってよくそれ一流のアーティストが作るやり方じゃん、うん、そうよ、うん、で何十時間も弾いて、あ今ちょっといいの出たなとかさ、うん、そうそれができるってことでしょ。そういうことそういうこと。いやちょっとなんかテーマくれ。テーマ初めてやるのによく自信あるな。テーマ何でもいいですか。じゃあ3番からテーマ。じゃあ、まあ、季節的に紅葉とかどうですかね。あ紅葉ね、はい、あいいね紅葉ね。ここちょうどなんかほら紅葉の下でちょっとじゃあ綺麗な紅葉もあるんで。紅葉の下でそう気になるよ。紅葉の下で、あいい、あいい、紅葉綺麗だね、だけどすぐ散る、だけど床汚くなる、だけど似ちゃうんだ、話がしたくなる。思ったことはないけど時もあるんだ。完璧だな。曲にはなってる。曲にはなってましたよ。正直こう、はい、詩の部分、うん、詰めてったら本当に何言ってるの意味がわからなかった。そう広がった。小学生が作った なんかね違うよ。感想度が悪いの。いやめちゃくちゃ良かったですよ。タイトルが悪い。そうかな。もうちょっとなんかこうじゃあ紅葉で、うん、いいしんみりさせるとか。そうそうだ。紅葉にまつわる何か一つの物語とかさ男女が出会うとか。なんだよお前らが。紅葉の悪口ばっかり言う。な床汚くなるって。とか床って何なの。知らないよ。紅葉見てると話したくなるって思ったことないし。じゃあもう一曲だけいこうか。もう一曲、せっかくだし。どっちかじゃ。紅葉綺麗だね、だけどすぐ散る、だけど床汚くなる、だけど似ちゃうんだ、話がしたくなる。思ったことはないけど時もあるんだ。